博多の町屋で、小さいお店なんですけども、カウンターが5席と奥のテーブルが8人ギリギリな感じのお店なんですけど、家庭料理みたいなおばんざいのお店です。で、ちょっとご縁がありまして、青森の大鰐温泉もやしっていうのをうちで提供してるんですけども、九州では、うちでしか食べれない温泉もやしというのを出させていただいてます。でこちらがちょっと予約をいただいてからの注文になりますので、1週間ほど前に予約が必要になるんですけども、ぜひ食べに来てください。美味しいです。よろしくお願いいたします。ふと思ったんですけど、原用車っていうその団体自体は今も残ってるんですかね。残ってるっていうか、今はですね、はい、原用車記念館という団体で残ってます。記念館があるんです、ね。福岡市中央区舞鶴に、はい、もともとその原用車記念館という建物があった、はい、だけど今 NTT ドコモビルに建て替わって、はい、でその建物の手前に原用車跡っていう石碑がポンと立って、はい、ありますあそこにあったんです。記念館っていうのはその資料が残ってたっていう。そういうことです。でその資料は全部今福岡市立総合博物館に、はい、寄託されている。福岡市としてもやっぱり大事な資料だということで博物館が扱ってくれている。じゃあもう記念館を運営されてた団体はなくなっちゃった。いや団体も今もちゃんとあって。あ、あるんです。で今は例えば、広田光輝先生の顕彰祭、はい、福岡県護国神社の道路を挟んで反対側に広田光輝先生の大きな銅像があるでしょ、はい、あそこで、顕彰祭やって、あ、そうなんですか、をやる団体として残ってて、はい、で今度11月になると、鳥貝八幡の横に中野聖剛先生の銅像が立ってるじゃん、はい、あそこで顕彰祭するとか、そういうことを、はい、顕彰事業を原用車記念館がやってる。原用車の政治的な部分っていうか、実際その今政治に関わってるその流れというかっていうのはないんですか。ああ直接的にはないけども、まあ、意識をされている方はいらっしゃる。そうなんです、まあ、広田光輝、緒方竹虎、はい、中野聖剛とかそういう、まあ、歴史に名を残す政治家がいたわけで、どういうその系譜を受けたいっていう人たちはたくさんいらっしゃる、うん、あ、そうです。別にその政党とかそういうあれで残ってるっていうのはないんですか。うん、それはないです。で意識は皆さんされてる、はい、それは自民党だとか他の国民民主とか参政党とか、まあ、そういう維新とかいっぱいあるけども、はい、その党派とか関係なく、はい、皆さん意識はされてる。原用車の柔道場というか、うん、明道館っていうのがあるっていうのを読んだんですけど、うん、それが残ってるんですかね。明道館は今もちゃんと残ってます。それは柔道場として。柔道として。あ、じゃあもうその柔道の稽古がずっとあってるんです。で、この明道館があったことによって大東亜戦争、いわゆる太平洋戦争が終わった後に、はい、GHQ から解散命令を受けて、はい、原油社も解散してしまった、はい、でも解散はしてもちゃんとその 先人たちがちゃんといて、はい、検証祭を続けていかなきゃいけないということで、はい、でも原油社解散命令を受けてるから存続できないということで、ずっと明道館が代わりに、はい、って言ったらあれだけど、はい、まあ原用車付属の柔道場、明道館、そういう検証事業もずっと続けてた。まあだって柔道を練習してるだけですもんね。そうそこになんか高く言われるあれは。で原用車付属のその柔道場出身の広田光輝もそこで柔道やってるわけだし、はい、安川大五郎さんもやってたわけだし、はい、なんかその柔道場の先輩のことを検証するわけでしょ。はい、です。そういう残り方をしてる。あとその原用車墓地っていうのがありますよね。あそこにもなんかこう石碑が立ってたりとかもいろいろあるみたいなんですけど、あそこはどういう方が眠ってあるっていうか。原用車墓地のど真ん中に立ってるのが、はい、原用車の過去の先人たちの、はい、まあ、統合した慰霊塔となってる、はい、で今はもう綺麗にね、その先人たちの名前が表向きになってずらーっと154冊だったかな、はい、今全部こう名前が全部こう見えるようになってる、はい、で正面に遠山光、左に、高場治、で、はい、右端に、苦島津力というふうになってて、はい、
そういう墓石が3本立ってますね。高場治さんっていう方は原用車の人たちが育った塾の、私塾の、そこに僕前行ったんですけど、古賀宗兵衛の墓ってあるんだって気がついたんですけど、あるんですね、あそこに。ちょっと嬉しかったですね、僕のお家の人やと思って。そうそう、だからあそこにこう154本をずらーっと並んでるでしょ。154本あるんですね。でそのリストをもとに、この人はどんなことをやったり、どんなことだったっていうのを今からちゃんと発掘して調べて、はい、で次の世代に残していきたいなっていうのは思ってる。ちょっと手伝わせてください。どうぞ、はい、よろしくお願いします。で、その古賀宗兵衛さんっていうこの家の方なんですけど、その方ってのはどういう方だったんですかね。一般的には、はい、炭鉱経営をしてたっていう。炭鉱の経営者だったんですか。うん、で、はい、福岡市議会議員だったっていう、はい、で別名喧嘩宗兵衛って言われるぐらい、なんか聞いたことあります、はい、気性の荒い人っていうふうになってるけども、まずは炭鉱、石炭、はい、石炭の鉱山がこの北部九州、はい、今の飯塚とか田川とか、はい、あの地域にたくさんあったわけね。で、原用車の社員の人たちも早くからもうこれを資金源にして、政治活動の資金源にしようとしてた、はい、で開発をやってた、うん、その中の鉱山の管理をやってたのが古賀宗兵衛、はい、で今のように近代的な鉱山じゃないから、はい、もう切った張ったの世界の人たちがたくさんいるわけね、はい、でそうじゃないと過酷な労働環境なんていうのかな、地底に潜っていくわけだから、はい、もう明日がない人たちばっかり、はい、ずっと落盤事故が起きたらもう、はい、はい、おしまいでしょ、うん、だからもう明日がないっていう覚悟を持ってこう地下に潜っていく人たちがたくさんいるから、はい、どうしても気性が荒いわけね、うん、それはもう明日死ぬって分かってる人間が、はい、明日何が起きるか分からない、だから今日のうちに、もう今日のうちにうまいもん、このうまい酒は飲んどこうっていう、はい、その覚悟を持ってこう地下に潜って石炭を掘ってる人たちがいる、うん、はい、だからほんのちょっと微妙なこうすれ違いっていうのがあるとすぐ喧嘩になってしまう、はい、あそれはもう当然だと思う、はい、命がけだから。確かに。でもそれをグッとまとめて抑えるにはさらにもう一つ腕力がないとね、はい、そういう労働者、炭鉱労働者をまとめきる力がない、はい、それをまとめきれる力があったら古賀宗兵衛、はい、だから喧嘩そうです。そういうことだから世間一般から言うと、はい、あの知らない人から言うとおっかない人だろうな、怖いなと思うかもしれないけど、はい、そうじゃない、そうじゃない、やっぱりもう力があるよということを見せつけて、ある意味喧嘩宗兵衛っていうのも一つカモフラージュかもしれない、逆らうなっていう、はい、もう逆らったらどんなことになるかわからんぞっていうことを聞いとけ。だからといってその喧嘩宗兵衛がと言われた古賀宗兵衛が良識のない人間かというとそうじゃないよね。良識があるから市議会議員にもなれるわけだ。そうですよね。そうだそうだ。市議会議員もされてたんですよ。ただもう本当にカモフラージュだと思う。はい。ただもう押さえつける。言うこと聞く。なるほど。だからといって無茶なことしないんですよ。はい。あの現用者の人たちは。はい。ちゃんと払うものは払う。はい。交渉には応じるっていうこと。はい。別に乱暴者だったっていうわけではないっていうことなんです。だからよくね、ほら、炭鉱労働者が体にこう入れ墨入れてるのがよく絵でも残ってるでしょ、はい、みんなこう世間一般はうわ怖いと思うでしょ、はい、でもあれなんで入れてると思います？入れ墨、え、なんか意味があって入れてるんですか？あれ人を脅かすつもりでみんな入れてると思うでしょ。落盤事故が起きた時、はい、頭が潰れて顔がわからない、腕もちょん切れてる、足もちょん切れてるっていう時に、はい、識別できるものは何か、これうちの父ちゃんが入れてる、あ、これがうちの父ちゃんだってわかる。そういうことだったんですか。それはあの明治10年の西南戦争の時もそう、殺軍 の、 あの兵隊兵士として出ていく人は、はい、旦那さんを送り出す時に奥さんたちは着物があるでしょ、はい、着物を作ってその歯切れを持ってる、戦場で死んでる時にって照合するわけ、これはうちの旦那が着てた服と同じ柄だって言って、これはうちの旦那だ、あ、身元を特定するためだった。そういうこと、そうなんですね、入れ墨って。そう、だから炭鉱労働者が入れてるのはそういうこと、はい、人を威嚇するためじゃないです。ああ、それは結果的に怖がられる。そうだったんですね。理解したら、ああ、なるほどと思う。その環境に置かれた人たちのその状況を分かったら、そんな発想はしたことなかったですね。なるほど。で、この家があるのは博多っていうか、歴史的に言ったら福岡藩の武士はこの川を渡った向こう側で、うん、でこっちは博多っていう昔からあるこの
なんていうんですか、商売の街っていうか、だと思うんですけど。ってことは、小川宗兵衛さんは、武士の家系ではなかったんですか？多分、もう商人の街、商人の人だろうと思って。じゃあ、その時、はい、うん。だけど、福岡は武士の街、博多は、はい、商人の街、はい、というふうに厳格に、こう、言葉で分け切れるほど厳密ではなかった。ああ、そう。でも、現用者っていう団体は、その、どっちもいたっていう。そうですね。福岡、藩士の流れの人も。うん、どちらかというと、福岡藩の下級士族たちの奥さんというのは、博多の商人の家から嫁に来てる人。だって下級士族って固定給安いわけでしょ。はい、家もなかなか家計が苦しいけど、はい、博多商人は裕福だから嫁がそこから来てちゃんとこうお金がバックアップというバックアップができたらやっていけるでしょ。なるほどなるほど。そこはなかなか合理的だと。確かにそうですね。そうだったんです、うん、よかったです。あのうちの小川宗兵衛さんが怖い人じゃなくて、いやどんな人だったんだろうっていう。じゃあ現用者墓地っていうのは一つ大きなこうスポットっていうかだと思うんですけど、他になんかこうこの近辺福岡市近辺でなんか現用者関係の史跡っていうか、うん、なんかこうおすすめのスポットというかそういうのってありますか？この本にもね、この本はね、読んでる人がこの本に従って写真に出てる場所をずっと辿って歩いてる人がいるんです。あ、そうなんですか。あそこ行きました、そこ行きましたって言われるんだけど、まあ、一番この博多の町で、はい、博多の総鎮守と言われるあの櫛田神社、こちらも境内の中には日清戦争記念塔が建ってるんですね、はい、あ、そうなんですか。でその台座のところに、はい、平岡幸太郎の名前が彫ってあるで、そういうのを探すし、櫛田神社の参道のところに、はい、道路を拡張しましたっていうあの記念碑がある、はい、あの博多町屋のこうお店があるところ、はい、ちょっとこう立ってて、はい、その台座のところに平岡幸太郎とかそういう3人の名前が、はい、道路拡張にお金を出しましたっていう、はい、その印の石碑が立ってるんで、そういったところをずっとこう辿ってる。結構身近ですね。複数人歩いていける距離、そうそうそう、からここにも、ここにも太宰府天満宮の楼門の手前にこう左右に置いてあるんで、その台座を見てって、はい、あら大野二平の名前があるじゃないかとかって、だからこういろんなお寺とか神社とか行った時に、はい、灯籠とか狛犬のこう台座あるでしょ。あそこを私はずっとこう見ていく、一つ一つ一人一人こう名前を、はい、あこの人、あこの人っていう感じで。ああそうなんです、ね。でも結構それって運、運ですよね。運が良ければ見つかるというか。いやいやそれはもう意識の問題。見て回ろうっていう。そうそう確かに。そうですね。だから水郷天満宮にしたって、はい、あのほら広田光輝の、はいね、あります、鳥居の変額だとか写経だとか、はい、それからその鳥居の脇にある鳥居を建てた人たちの名前の中に広田の一族の名前が出てくるとかね、はい、そういったのをこう見ていく。大学の図書館全然関係なく普通にこう本を読んで行ってたんですけど、うん、階段の中こうパッて降りてなんか 見上げたら孫文の変額があったんですよ。学童愛人っていう確か変額だったんですけど、なんかそれを寄贈されたらしくて昔、何のあれもなかったんですけど、探すつもりも何もなくふと見つけて孫文のあるやん、びっくりしましたはい、ちょっと写真撮った、撮りました。やっぱり歴史勉強してる身としては写真に収めておこうと。でその孫文のことなんですけど、現用者がその孫文の辛亥革命を支援してて、結構こう一緒にこうアジアを協力して安定させていこうっていう感じだったとは思うんですけど、うん、でもその何十年かとか20年ぐらい後ですかね、に日中戦争っていうのが、うん、それっていうのはその日本人の現用者が日本の現用者が支援したにもかかわらず、なんでそういうことになっちゃったのかなっていうところが気になるんですけど、それはどういう流れだったんですか？これいくつかこう原因があって、はい、大使21箇条っていうのが一番大きな中国の国民のナショナリズムを煽ってしまったんだけど、はい、日本が中国に対して大使21箇条といって、まあ、政治介入的な条約を押し付けたっていう、はい、これに対する反発が大きかったっていうのが大隈内閣の時にね、日本の政府からっていう、そういう事前にやっぱり話し合いをちゃんとやっとかないといけない、今回こういう大会21箇条というものを、はい、求めるけどもという、事前にだけどこれ条件付けでこうしましょうああしましょうというこの話し合いの、はい、もうルートがなかったっていう、ああもういきなりこう押し付けたっていう、もう押し付けたっていう、だからあの
中華民国政府の中の政治顧問だった日本人からも、はい、それはちょっとひどいじゃないか日本って言って反対した人もいる。日本の中でも結構それに対して賛否あったっていう、じゃあ、うん、そんなにこう賛成ではなかったんですか。なるほど。だからそこに今度は中国の共産党関係がやっぱりナショナリズムをこう煽るね、はい、自分たちがやっぱり、政権の権力に入れようとするから、はい、まあ、そういったところもあって中でも前も右左右左になって、はい、そういうのはで今度蒋介石の奥さんが今度欧米列強とのつながりを強くするもんだから、はい、今度だんだんもうあのまた欧米列強もどんどん国民党を支援にしていく、はい、うん、だから本来日本と提携ちゃんと手を結ばなければいけないけども、はい、それができなかった。だから蒋介石が言ったのが、うん、遠山満とは話し合いするっていう、他の日本政府の人間は信用できる、現用者の遠山満は信用できる、はい、だから話し合いに応じる。話し合いはあったんですか。できなかった。あ、できなかった。できなかった。準備までしたけど、はい、あんな浪人に何ができるって言って日本政府が蹴ってしまった。それがあったらもしかしたら日中戦争っていうのはそんなひどくならなかったという可能性。じゃあその民間というか原用者とその政府の考えが一致してなかったんですよ、日本の中でも。そうっていうのがあるんです。なるほど。なんかすごいもったいないというか、うん、うん、もったいないです。それがその一国として評価されてしまうっていうのがなんか難しいです、うん、だから逆に言うと日本 と今の中華人民共和国が、はい、あの田中角栄が乗り込んで国交樹立するわけですよ、はい、でその時でも向こうは現用者の人に対してはフレンドリー。じゃあ結構その中国の方でもそれは残ってるというかちゃんとこう言い伝えというか、ちゃんとでもあれですよね、その孫文と蒋介石 その国民党の流れは台湾に行っちゃうんですよね、うん、でその本土というか大陸の方は共産党で、それがあれなんですかね、台湾が親日っていうのはそこも関係あったりするんですか、ね、うん、それもあるけどどちらかというとやっぱり日本の統治がよ、日本が台湾を統治してた時の状況で、はい、やっぱりこう民族的には日本よりもやっぱり自分たちと治めたかったっていうのは気持ちが強かった、はい、でも後で、中国国民党の蒋介石が乗り込んでくると、はい、すごい言論弾圧から何かも徹底的にあの戒厳令を敷いて締め上げてしまった、はい、これだったらやっぱり日本の時は良かったよっていうのもある。なるほど。もう蒋介石が台湾に乗り込んでた時の統治の仕方っていうのは徹底的に打圧、これはっていう感じ。そう考えたらあれですね、やっぱりリーダーっていうか、うん、なんかこう政治政党のリーダーとかがどういうこう政策をするかでこの後々の時代まで関わってくるっていうか、うん、すごい。だからちょうどあの大東亜戦争、いわゆる太平洋戦争の終わり頃ね、日本と中国は大陸で戦ってるわけでしょ、はい、でかつ同時に今度インドの独立も支援してるわけでしょ、はい、あの時のインド側のリーダーがチャンドラ・ボースという人だけど、はい、このチャンドラ・ボースが蒋介石に向かってこの裏切り者って言ってこう放送するわけ。ああそうなんですか。お前は何を考えたんだと、はい、お前はあのソ連イギリス、アメリカと 4カ国のね、4つの国の一つになって、はい、日本と戦ったけどもお前のやってることはアジアに対する裏切りだぞこの裏切りの者つって、はい、チャンドラ・ボースは放送するわけ、対外放送で、はい、いい加減にしろって蒋介石つって怒ってる。インドは結構その日本とずっと連携してやってたんです。でもなんかそれって今となってはそうなったんでしょうけど、その時代でもなんか一挙手一投足でなんかもう変わっちゃう感じがしますよね、うん、話聞いてたら、うん、なんかすごいですね。もしここでこの人がこうしてたらどうなってたのかと思います。そうそうそう。黒竜会っていう団体があると思うんですけど、原用者の社員だったんですけど、内田良平が作ったんですかね、黒竜会っていうっていう団体があると思うんですけど、それはどういう活動をしてたのかっていうのと、そのなんで原用者から派生したのかことが気になったんですけど、そこをお願いします。黒竜会って言ったらね、なんかこう、はい、GHQ にいた調査分析課長のハーバード・ノーマンっている、はい、カナダの外交、はい、彼が、昭和19年とか1944年に、はい、もうアメリカで、レポートを書いてる、論文を書いてる、はい、その中で、はい、黒竜会のことをブラック・ドラゴン・ソサエティと書いてる。
ブラックドラゴンソサエティ、直訳したら確かにそのまま、はい、そしたらなんかブラックのドラゴンソサエティって言って、まるで秘密結社、悪い秘密結社みたいな印象を受けるでしょ。闇な感じがしますね。そうね、なんかこうそれでまた誤解を生じてる。で、もともとその黒竜会の黒竜ってどこから来たかって言ったら、はい、今の中国とあの東北部にある黒竜江省ってある。黒竜江省の地域の、はい、地域の地名、それを悪意を込めてブラックドラゴンソサエティってやる、はい。そしたら誰もなんかうわーなんか秘密結社でなんかこうすごい驚々しいグループだと思ったら誰も調べたがらないでしょう。確かにそんな感じしますでしょ。なんかもう最初からこう構成しまうでしょ、はい、でも実態調べて今も残ってる黒竜会が残してる記録がちゃんと残って、はい、もうそれ開けて読んでったらうわーこれすごいなってシンクタンクじゃないかと思う。経済シンクタンク、例えば満州とかシベリア地域で大豆、はい、あの豆のビーズの大豆ね、はい、これがこの地域でどれほどの生産量を誇るっていうことまでこう統計値を出してる。で大豆って何をするかって、あれ絞って大豆油を取るわけ、はい、そうすると大豆オイルが取れる、はい、これがあと輸出したらいくら地域に貢献できるか、はい、でその絞った後の大豆かす、これ肥料になるわけね、はい、これがまた畑に、肥料として還元した場合にこの地域でまたどれほどの、農産物が取れるかとか、はい、それを統計値でずっと記録してるのが黒竜会が出してたけど、読んだら なんかこうね、知らずにブラックドラゴンソサエティって見たらうわと思うけど、その解放誌を月報誌ずっと読んでたら、はい、経済シンクタンクじゃないかって、これ地域貢献のため の、はい、どうやったら効率よく地域の人たちが豊かに暮らせるかっていうための統計数値の、はい、だけど誰もその名前で敬遠して扉開けないわけね、はい、あれが続いてたらどれだけ今の東北、中国東北部か、はい、シベリア、はい、経済発展してるんだろうというのがまず私が見てる黒竜会の発生だけど、はい、原用者から分かれてっていうよりもほぼリンクしてる部分がある、はい、でその最初の目的は何かというと朝鮮の保護、はい、守るためが一番大きい。あで朝鮮って言ったら今の韓国を考えてしまって、はい、民主化された選挙によって大統領が選ばれるそんな国っていうふうに思ってしまうけども、はい、あの明治の時代、それから江戸時代、はい、明治の時代の朝鮮ってどんな国だったかっていうと、もう階級差、もう封建的身分制度、日本よりもっと厳しい あの身分階級があって、はい、もう奴隷に等しい抜きと言われるものからもう全部いるわけね、はい、で生殺与奪権って言って生きるも殺すも全部ヤンパンという貴族が全部持ってるわけ、はい、で無知で叩こうが、うん、片輪になろうが、はい、殺そうが何も関係ない。はい、封建的身分制度だからヤンパンの家に生まれた人間はずっとヤンパンで、はい、農民に生まれた人間はずっと農民で、はい、ただただ搾取され続けるっていう立ち、そういう 国だった。上にいて国を統治する人たちからすれば自分たちが今だけ金かけて自分だけ、はい、楽なこううまいもん食って毎日遊んで生活できればそれで OK、はい、下の人間が明日のご飯どうしよう、今日のご飯どうしようって悩む、そんなこと何にも考えてない、はい、でそれを見て内田良平なんかはあまりにもかわいそうじゃないかと、はい、でさらに上の人間、統治国を統治する人間は全部あの欧米列強に賄賂もらったりして、はい、ぬくぬくと言ってるわけ、じゃあっていうの、また不平等条約を各国と結んでるから、うん、結局やられっぱなしなわけね。もう税金というか関税権も全部持っていかれてるし、はい、統治権も全部持っていかれてるから、もう反植民地というよりももうほぼ植民地近いような状態だったわけ、はい、でもこれがそのままになってたらどうするか。どっかの国がその朝鮮半島をめぐってロシアだろうがアメリカだろうがフランスだろうがもっとウンパチやったらもう終わりでしょ、はい、でその次にどこ来るかって、もう日本に来る、もう距離感から言ってもそうでしょ。そう、今の福岡空港から朝鮮戦争の時よ、昭和25年の時の朝鮮戦争の時だって福岡空港からアメリカ軍の戦闘機は爆弾積んで30分で朝鮮半島行って爆弾一発落としてスッと戻ってくるのがあの朝鮮戦争だった、はい、それほどこの福岡と朝鮮半島近いわけ。確かにそうですね。
その緊迫感のを目の前で見たら、そうかそうかそうか、どういや、そうですね。確かになんか自分たちでしないとっていう。東京から見たらわからないけど、はい、福岡から見ると見えるわけよね。もうそれが絶対こっち来るぞっていう、はい。下手すりゃ、もうこっちがもうちょっとでも弱みにしたら絶対あの欧米列強、この博多の街をまたあの、ね、原稿みたいにもうガーってやられるぞっていうのはもうひしひしとわかるわけよね、はい。だったら自分たちがこの朝鮮の政治改革をやって立て直して、うん、はい、でそれがもしできないんであれば、そのボロボロになってるんだったら、この朝鮮と日本と一つの国として合法しようということをやってたのが、はい、原用者国流会、はい、でお互いが一つの連邦国家を作ろうとした、はい、そうすると連邦国家を作れば日本が一つの防波堤になって、連邦国家を作れば欧米列強もまず日本を通して無茶なことは言ってこないよ、はい、それをやってこの朝鮮を守ろうとして、うん、その先頭を立てたのが国力の人たち、まずはここをこの虐げられたる朝鮮の人たちを守ろうという、はい、うん、そういう考えだ。なるほど。その日韓合法っていうのは結果的に韓国併合っていう言い方をするじゃないですか、うん、あの歴史で勉強するときもそうなんですけど、それはやっぱり違ったんですか、その合法と併合っていうの、言葉の使い方でしょ。今言ったように一つの国と国との連邦国家を作ろうとしているのが合法運動、はい、で併合というのはまさに、朝鮮を統治下に、日本の統治下に置いてしまうというのが、はい、上下があるっていう、うん、上下という、うん、そうね、上下になってしまうね、どうしてもね、はい、そしたらじゃあどうしてそうなったって言って、大どんでん返しがあったわけね、はい、最初持っていったのは例えば伊藤博文も連邦国家としての併合で進めてたわけ、はい、だけど伊藤博文はあのほらハルビンで暗殺されたでしょ。ああ、そうです、はい、でその後受けた、桂太郎山形グループは朝鮮を併合の方に持っていった。で朝鮮のもう併合される側の、朝鮮の王族貴族も連邦国家というよりも、はい、一緒になって併合されて、はい、自分たちの身分が安定されればいいやってなった。あ、だから朝鮮の王族貴族の人たちは日本でいう高校博士団という家族の称号をもらってる、はい、で日本政府の庇護下にあったわけ。あ、そう、どっちがいいよってやつよね、はい、いやどうしようかなって、自分たちで連邦国家で国ちゃんと政体を作って国を統治するのがいいのか、いやもういいよって、日本から金もらってさって楽々生きようよっていう連中が日本からのその併合に対して、もともとは併合だ、はい、あ、そう、上に立つ人間の考え一つでどうにでもなってしまう、はい、ですね、で国流会は合法の方で進めようとして、そうそう、この原用者の中でも特に遠山充さんとかなんですけど、昭和維新って言われるあの515事件とか226事件とか、そのあたりの本とか読んでたら名前が出てくるんですよね。でそこはどういう関係があったのか、どういう影響があったのかっていうのを教えてもらっても、先に言っておけば決命団事件、はい、それから515226は、はい、一連した動きであるということ、バラバラの事件じゃないということ、一連の動きだということ、起こした人にこう関連があったということ、その決命団515226に共通しているものは何かというと、はい、農民を無視、非常にこう困っているのに、はい、政府が無視しているというのが一番の怒りだ、はい、でなぜ彼らがあの青年将校とかも決起したかっていうと、まずは根本的に考えてもらいたいのは、人間はどうやって生きているかっていう、食べることでしょ。そうですね、食べなきゃ死んでしまうわけ、はい、だから食べることは生きること、生きることは食べることでしょ、はい、だから人を生きるためのものが作物、うん、農産物でしょ、はい、でその農産物を生産しているのは誰ですか、農民でしょ、でいくらあの東京で金融経済で、はい、あの株を売ったかったとね、売ったのを買ったのとか、うん、国債をどうしたのとか、はい、外債がどうのこうのという人だって食べてるわけでしょ、はい、何食べてるかって言ったらご飯食べてるわけでしょ、はい、米、はい、その米誰が作ってんだっていう、農民が作ってるわけでしょ、はい、でその作ってる農民がその人の命を、日本国の人の命を支えてるのは農民でしょ、はい、でその農民が困ってるのに、自分たちの命を支えてる作物を作ってる農民が困ってるのにこれを無視するのかっていう、こういう怒りがあるわけ、
根本的に人間は食べるために生きてる、生きてるために食べるっていう、その根本的なものを考えた時に、はい、農民が困ってるね、何やってんのっていう、この怒りがある、うん、政府は農民を無視してたんですよ。財界が無視してた。で、財界が無視してるし、その時の日本の国会議員は財界と癒着してる人たちが多かった。だから財閥が儲かればいいやという、その財閥に有利な議決をしていく議員がいたっていうこと、はい、だから自分たちの、それこそもう自分たちが今だけ金だけ自分だけでもう飯が食えればいいやって、はい、少々例えば1キロ500円の米が1000円になろうとも、別に痛くも痒くもない人たちからすれば、金倍払って蚊や米はいくらでもあるよっていう考えの人たちが政治を握ってたっていうこと、うん、財界と結託して、はい、そうじゃないでしょうと、そうじゃないでしょう、あなたの命を支えている農民がこんなに困ってるのに無視するんですかっていう怒りがあった。それで一連のこう決起があったのが、その決命だとか、うん、515とか225とかです。なるほど。そこにそのなんかこう原用車の動きっていうのは関わってくるんですか。そうなってくると、今度は国の元なりって言って、はい、農業は国の元、農は国の元、農本主義って言うけど、この農本主義の根本的な源流は西郷隆盛、西郷さんっていう人が、はい、鹿児島でっていうか、まあ、薩摩の下級士族の時だって自分の家族を養うために開墾したりとか、兵農でしょ、武士であり、下級武士でありながら農民で食わさなきゃいけないっていう、うん、だから、そこでも体験的に食べることは大事なこと、家族を養うってこと、はいはい、でこの農民がしっかりこの国の基盤を作ってるってことをよく分かってる。でその考えを受け継いだのが原用車でしょ、まあ、農民がちゃんと生きていける、うん、農本主義が浸透する、そういう国でなければいけないっていうのをちゃんと原用車の人たちは分かってた。だから支援する。例えば515事件の時に海軍青年将校たちが結局人を殺してるわけですよ、犬飼強氏をね、はい、ということは殺人ということで海軍の刑法とかで死刑というのが、はい、そうするとこの死刑判決が出るとか、まあ、禁錮刑、終身刑とかが出るということが分かっているときに、日本全国の農民組合、労農組合、農民の組合があるわけね、はい、日本から除名嘆願が出るわけ、殺さないでくれと、俺たちの代わりに彼らは決起してくれたんだと、ということで除名嘆願の署名を集める、はい、で罪が例えば終身刑だったら、いやもっともう短くしてくれよ、うん、という除名嘆願をする、はい、農民がそういう運動を始めた。そこはよく分かってる。だから彼らは何のために決起したんだって言ったら、日本国民の命を支えずその農民を守ってくれって、うん、自分たちの代わりに代弁してくれた、行動してくれたのが青年将校たちだということで、はい、そういう除名嘆願、そこが分かってくると、単なる軍国主義に突っ走ったってい こう結論に持っていく人いるけど、それはちょっと早すぎるよねって、はい、ちょっとそれ短絡やないっていうのが私の、結果的にその政財界っていうか、そこに任せてられんっていう動きだったんですよね、うん、それで軍部がこう台頭していく。だからちょうど515事件が終わった後ね、はい、事件でそういう裁判がやってる時に、それはバックナンバー、新聞のバックナンバーずっと読んでったら分かるけども、はい、何が起きてたかって言ったら、農民を助けるための方策を考えなさいということを昭和天皇が言ってるわけ。そしたらそれに対して、じゃあ満州の開拓に送りましょうかとか、はい、そういう提案が出てくるわけよね、はい、でも本来そういうもんじゃなくて、先に農民が困ってるっていうのは分かってるんだ、先に手を打っていくのが本来の政治でしょ、はい、事件が起きてやるんだったら後手でしょ、はい、それは政治家とは言えないでしょ、はい、だから政治家の、怠慢を青年将校たちに押し付けてる、大きな間違いよね。で彼らが反乱を起こしたから軍国主義に走ったんだ、はい、それは大きな間違いよね。政治家がろくなことしてないからこうだったんでしょって、はい、責任取らんか言って言いながらよね、はい、でもうね、本当腹立つのは、515事件が起きた後の新聞なんか見てたら分かるけど、犬飼が倒れた、その次の後継内閣の首相候補は誰だとかね、そのできた内閣の大臣は誰が候補だとか、はい、そういうことしかやってない新聞で、何々党から何人入るとか、はい、軍務大臣は誰がなるとか、そういう問題じゃないだろう、この事件の根本的な問題何だったんだって、どうして新聞は出さないの、ポスト、大臣ポストはどこが取るとか、
もう本当くだらん。こんな、そんね、だったら226が起きても当たり前と思う。通り通略っていう。226事件って、行動派と統制派ってよく言うじゃないですか。うんうん、その軍部の中でも、派閥になったっていう感じだと思うんですけど、それはこう、どういう対立だったんですか。統制派、行動派というふうに持っていくのも一つの、私は対立みたいに言うけども、でも、軍の中でもやっぱりさっき言ったように農民根本的な食べること生きること生きること食べることっていうその考えを持ってる軍人がいるのも確かにその考えの違いっていうのは合理的に物事を例えば経済的に発展しなければもう無理よっていう軍人もいればいやちゃんと国の基礎は農民だっていう考えの人間もいる、はい、だから、軍の近代化を図って兵隊の数を減らしてもっとこう産業農業とか産業に人員を割くようにした方がいいという考えを持ってた人もいる。だけどそうなってくると人間の妙なもので組織をこう拡大したいっていう、はい、で動物の本能みたいなのがいて、そんなあの師団を削減されたら、はい、結局その上の将軍クラスから左官クラス、医官クラスのポストがなくなるわけだから、はい、それじゃ困るっていう人もいる。そういう考えの対立っていうのも確かにある。とかっていうのは結果的に失敗っていうことになるんですか。なんか裏を見てると結局戒厳令が発令されて、はい、首都東京が戒厳令発令でしょ、はい、だこの時に外国為替の取引関係のつまり諸外国との通信がもうあれでしょ、はい、戒厳令敷かれた時に全部民間のそういう銀行とかが使えなくなってしまう。そうすると諸外国との その金融為替のやり取りも全部ストップしてしまう、はい、これだったら困る、日本潰れてしまうということで、結局考えは分かるんだけど、彼らが決起した考えは分かるんだけど、これがこのまま続くと経済的に日本破綻する、はい、金融経済的に破綻すると言って討伐する。そこはなんというかこう金融が決起した側が考えてなかったことなんですかね。その金融が止まってしまうっていう、いやもう金融が止まるって考えてなかったというよりも、はい、早期に考えをあの日本のその内閣が変えてくれる、はい、新しい次の内閣を作ってくれるっていうふうに、あ結果的に結構暗殺っていうのがいっぱいあったと思うんですけど、でそれで内閣とか変わってなんか良くなったこととかあるんですかね。いやそれはない、なかったな残念ながら。何が原因だというのを根本的に考えなければいけないのに考えてない。戦争してたっていうのもあるんですかね。確かにそれもあるてて、はい、そっちが忙しいというか、うん、っていうのもある。それとあのアメリカっていう国が帝国主義国家であるということを考えてない。つまり植民地というか自分たちの国だけが繁栄すればいいんだっていう考えのもとに膨張してる、国だっていうことを考えてない。日本が理解してな い, てい、日本はそのアメリカの国の成り立ちの歴史もよく分かってない。で逆にアメリカは日本の、国に対しての調査研究機関でしっかり作って、だから戦争、日本とアメリカ戦争するでしょ、はい、ただ勝った後、占領した後、どうするかってことまで考えてる。占領統治した後に、はい、一番この日本という国をギュッと締め上げる一番いい方策は何かっていう、はい、憲法を変えること。あっていうのはもう戦争を始める前からあったんです。もう分かってる。そんな良い周到な感じ。良い周到、もう徹底してる。そういうことを日本とアメリカが戦争する前から日本の中で、はい、アメリカの建国の歴史から全部そのアメリカっていう国がどういう国かっていうことを研究してる人とほんのごくわずかだと思う。アメリカにいて日本に対して日本の人に対して警告してる人がいたんですよ。イェール大学の教授だった浅川寛一なんか日本に対してそういうことをずっと言ってる。で渋沢栄一も日本とアメリカが戦争やったらもう 100-0 で負けるっていうことも分かってる。でもだからもうこれをやめよう、やめよう、やめないように日米が戦争しないように回避できるよっていう策を一生懸命渋沢はやってた、はい、でも倒れ亡くなったでしょ病気で。でその後を金子健太に託すんだけどもうその頃には求められない、はい、結構その情報の差っていうかそれもあったんですね。その日米の戦争の展開だからまあ今からでも遅くないからやっぱりねこう日本人は、はい、アメリカの建国の歴史をちゃんと知っておくべきでしょうね。そう言われるとそんなに知らないですね。軽く歴史の授業で触れたぐらいでしょだけで、はい、でも向こうは逆に言うと日本の建国の歴史からもうね相手が違う。
今いろいろ質問させてもらったんですけど、なんかそういうのをこうトータルで総合して、結局その現用車が成し遂げたことというか、今の時代までに残ってることというか、その現用車がいなかったらこうじゃなかったっていうことってのはどういうことなんですか、ね、もうこれはもう一言で言えば、アジアの各国々が独立できてないっていう、はい、植民地のまんま、はい、未だにずっとあの欧米列強の植民地支配を受けて、もう本当にこき使われるだけこき使われ、はい、資源を取られるだけ取られるという世界がそのまんま続いていると言っていいでしょう。発信したからこそ、そのインドとか中国とかは革命ができて、このことは何年前だったのかな、10年くらい前にアジアの各国の人たちが現用車墓地にそれこそ来て、はい、案内したんだけど、その彼らが言う現用車どこにあるのっていう、探してこられたんですか。いや、たまたま集結したのが福岡だったんだけど、現用でその時に案内しようとしてそこ連れて行ったんだけど、現用車ってどこにありますか、今もあるんですかっていう、私たち今あの民主化運動やってますけど、はい、助けてほしい、現用車があるんだったら助けてほしいって言われて、そういう方が来られたんですか。で、日本人はその欧米列強の植民地支配の怖さを知らないっていう、はい、どんなひどいことをやられるか日本人は知らないって言って怒ってる。それはどこの国の。タイ、それから香港、あ、それからミャンマー、どこから来てたかな、チベットとかウイグルとかそういう方からも来てた、はい、そうかそうか、ウイグルとかも中国だって、あの時代ってこうヨーロッパとかアメリカが植民地を増やしていって、まあ、清とかも結構その半分支配されてるというか、あのアヘン戦争で負けてっていう感じですよね、うん、で、その幕末にフェリーとかが日本に来て、なんかもう最後っていう感じがしますよね。アジアのこっちから来て、うん、で最後日本にやってきたみたいなところで、そこでその日本で明治維新が起きて、そこからそのアジア主義っていうかそういうのが広まってっていうのは、結構最後の砦みたいな感じがしますよね。やっぱそういう感じだったんですか。今私が話をしてる時に、先ほどのちょっとアメリカの話、ハワイってなんでアメリカ合衆国の州なんですかって質問したら、考えたことなかったって言われる。確かに。もともとハワイ王国でしょ。それがなんで今アメリカ合衆国の州、ハワイ州になってるのかっていうことを考えてほしいって言ってる。なぜあの島を取ったのかっていう。そこも考えましょうねっていうことを話してるね。ああ、確かに。だからその次に来るのは、幕末の頃に次に小笠原、はい、まあ、今日本のものだっていうアメリカのペリーが取りに来て、イギリスも取りに来てる。確かに。だからもうこっちからもこっちからもっていう感じですよね。確かに確かに。だから下手すれば本当に日本もあのまんま流れ出れば植民地になってるでしょ。はい。そしたらもう全部植民地になっちゃったっていう状態ですよね。じゃあ本当に明治維新ってなんか日本の中で幕府封建体制が変わって文明的になったっていうのも功績とは思うんですけど、でもその世界レベルで結構意味があったんですね、明治維新って。そう。だから孫文が、あの明治維新は中国革命の第一歩ですっていう言葉を残したら、そういうことすごいですね。原因は改めてそう考えたらとんでもないというか、日本政府が明治維新を起こして日本の新政府になってたわけですけど、日本の政府がそこまでやってたかっていうとそうでもないんですよね。アジアの独立支援をしてたわけでも、原因者がいなかったどうなってたかって考えたら怖いです。怖いぐらいまであります、うん、で、まあそんな原因者の社員の住んでたっていうすごいですね。そう考えたらなんか感動します。やっぱりあんまりその歴史の授業とかその同世代とか、やっぱり僕は先生と出会ってこういう勉強もできてるわけですし、この家に住んでなかったら多分興味を持ってないだろうしっていう、はい、だから結構なんだろうな、普段あんまりこう触れることがない歴史みたいな気がするんですけど、そこはやっぱり今後も勉強していきたいっていうか、なんか同世代ともそういう話ができたらいいなって思うんですけど ね、なかなかそんな話にならないんですけど、うん、でもなんかね、近頃はね、はい、あの高校生クラスからすごいこう質問とかいうか飛んでくる。高校生からその原用車のっていうか、あの原理原則についての質問が来る。どうして世界はこうなんですかとか、どうしてアメリカってあんなに揉めるんですかとか、そういう質問が結構、まあ政治に興味がある子もいるんです。国連は平和の機関って聞いたんですけど、なんで国連で揉めるんですかとか。確かに確かに。
どうしてでしょうね、考えてみようね。そうですね。なんか、そういう勉強も、なんか、もっともっとやっていきたいって思いますね。改めて思いました。はい。ありがとうございます。